ここでオランダ人に可愛がられている日本のペットがこの日とある会場に集まっているというので早速現場へ。するとありがとうございます。すごいすごい、こんにちは。わあすげえ。この丸まった尻尾は柴犬。柴犬。わあ柴犬。なんで？なんと日本の犬種柴犬の姿が。わあちょ犬。日本犬。これちょっとお話聞いていいですか、これ何やってるんですか。日本の犬の品評会をやっているんだ。秋田犬に柴犬、紀州犬がいるかな。なんとここで行われていたのは日本の犬ばかりを集めた品評会。この品評会ではその犬種にふさわしい容姿をしているか、歩行や気性はどうかなどを評価し順位を決めています。参加費は1匹につきおよそ4,000円。優勝した犬には特大のトロフィーのほか、高級ドッグフード3ヶ月分が授与されるといいます。この犬は何歳ですか。15週目よ。15週間目か。名前は何て言うの。サチ。サチ。サチ。なんでサチって名前。君にサチやれ。君にサチやれのサチ。こんにちは。あ、こんにちは。あれ日本語できるんですか。少しわかります。わ、すげー、びっくりした。これは 何犬ですか。秋田。秋田。どうした。名前は千尋。え？千尋。千尋。はい、そうです。そう、ジブリ映画の千と千尋から撮ったとか。さらにこちらのお二人が飼っているフキコという秋田犬は人間も持つ何かを持っているというんですが、これ何？それパスポート。犬のパスポート。犬のパスポート。いや、こんな風にハンコが押されて予防接種などを受けていることが一目でわかるんだよ。ほら、フキコ。いや、あとで不満でしたけど。EU 圏内では2004年にパスポートなしではペットの入国が認められないと法律で決められたんだそうです。こんにちは。またこの会場には日本の犬の関連グッズも多数置かれ、その人気の凄さが伝わってきます。犬アイラブマイ柴犬、アイラブマイ秋田犬。それにしても一体なぜ日本の伝統犬種がオランダで人気になったのでしょうか。およそ15年前、純粋な柴犬を日本から初めてオランダに連れてきたと言われている人物に話を聞いてみると、日本の犬はしっかりしつけをすれば覚えも早く賢い、とても従順なのです。これは日本人の特徴と似ているのではと私が勝手に思っていますが、同じサイズのアメリカの犬と比べてもとても謙虚な性格、これがオランダで人気になっている一番の理由だと思います。海を渡った日本犬は我々の想像をはるかに超え、遠いオランダでとても愛されていました。